ついに、アメリカ軍も、北朝鮮問題に着手しました。韓国、南部のプサン港に、ロナルド・レーガン空母打撃群を展開、米韓軍事演習との情報をキャッチしました。今回は、このロナルド・レーガン空母プサン入港と米韓軍事演習を詳しく見ていきますね。北朝鮮が、連日のミサイル発射での対応でしょう。日本も、移管法は、もうやめませんか。一蓋式改めの発射実験をしてもいいのではないかな。なんて。2022年9月25日、北朝鮮は、日本海側に向けて、短距離弾道弾一発を発射したが、これは、日本の排他的経済水域を外れた場所に落下したと見られるものの、変則的な軌道で、およそ 650km もの距離を飛翔したと、推定されている。当初の日本側の予想よりも、かなり飛翔距離が長かった形ではあるが、前回2022年6月5日に、合計8発を発射して以降、初のミサイル発射であり、翌日の26日から、韓国軍とアメリカ軍との合同軍事演習に合わせた威嚇だと思われる。韓国海軍とアメリカ海軍とは、およそ5年ぶりに、後者の大型原子力航空母艦、ミニッツ級の9番艦、ロナルド・レーガンが参加する、合同軍事演習を開始しており、これを北朝鮮が牽制する意図を持って、短距離弾道弾の発射を行ったのだろう。この9月8日には、北朝鮮の最高人民会議内にて演説を行った金正恩は、核戦力の保持と使用に関する国内法上の扱いを定め、周辺国を中心とする国外からの非核化の要求には従わない姿勢を再度明確にした直後でもある。ことに、北朝鮮は、地続きで接する韓国や、その韓国の同盟国たるアメリカとの政治的な交渉を、今の時点で行うつもりが一切ないことを表明しており、それらへの唯一と言ってよい対抗手段として、核兵器の強化を推進している。今年韓国で誕生したウィン・ススウェツ政権も、前政権とは違い、北朝鮮への融和的な姿勢は示しておらず、また、アメリカのバイデン政権も、前トランプ政権時のような北朝鮮との政治的な対話は、これまでに実施してはいない。そうした韓国、アメリカの現政権の北朝鮮に対する譲歩しない姿勢が、大型原子力航空母艦、ミニッツ級のロナルド・レーガンの両海軍の合同軍事演習への派遣という形からも見て取れ、朝鮮半島の軍事的緊張は高まっている。今回、アメリカ海軍のロナルド・レーガンをはじめとする空母打撃群の艦艇らは、9月23日には、韓国の南部のプサンへと到着しており、核兵器による恫喝を継続する北朝鮮へのアメリカ側からの強力な返答の意が込められている。韓国海軍とアメリカ海軍との合同軍事演習は、9月26日から29日までの4日間にわたり、日本海上で敢行される手はずとなっており、ロナルド・レーガンを筆頭に、米韓両軍で20隻以上の海軍艦艇が投入される大規模なものである。他に、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦のチャンセラーズビルや、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦のバリー・ベンフォールド等で、アメリカ海軍の空母打撃群は構成されており、小国の海軍力を大幅に上回る戦力を有する。また、釜山港には随伴はしていなかったものの、アメリカ海軍の空母打撃群に、必須の攻撃型潜水艦としては、ロスアンゼルス級原潜のアナポリスも、今回の合同軍事演習に参加していることが、事前に公表されている。一方の韓国海軍からは、ヨムネ対応級ミサイル駆逐艦の3番艦であるソエ・リュソンニョンや、李承信級駆逐艦の2番艦である
ムデワン等の参加が確認されており、米韓海軍艦艇間での一連の連携した作戦行動を行うものと推定される。この他にも、韓国空軍からは、F-15K イーグル、KF-16 ファイティングファルコン等の戦闘機が、アメリカ陸軍からは、AH-64E、アパッチ等の回転翼機も、合同軍事演習に投入されるとみられており、海軍のみの参加に止まらない。今回のアメリカと韓国との合同軍事演習の内容が明かされている中には、この AH-64E、アパッチを用いて、海上から侵入を企てる、小規模な敵の特殊部隊を上陸前に撃退するという想定があるようで、少し異質な感もある。というのも、ベトナム戦争以降のアメリカ軍では、こうした AH-64E、アパッチ等の回転翼機を、陸上戦における貴重な戦力として育成した過去があるが、近年の対空兵装の進化から、回転翼機は、費用対効果に見合わない存在にもなっているからだ。一時期は、対戦車攻撃用にも重視された回転翼機だったが、兵士個人が携行可能な、今のロシア・ウクライナ戦争でも、効果を発揮している、アメリカのスティンガー等のミサイルの登場によって、その活動領域は、かなり狭まっている。ただし、対北朝鮮との戦闘を考慮した場合には、韓国へ海上から侵入しようとする戦力としては、そうした兵器を装備しない特殊部隊が想定されているのだと思われ、こうした勢力に関しては、未だ AH-64E、アパッチ等の活用が有効だと考えられているのだろう。また、こうした内容に加えて、アメリカ海軍のロスアンゼルス級原潜、アナポリスは、日本海に潜む敵潜水艦の役割を演じるとも言われており、これを、韓国海軍やアメリカ海軍が索敵して発見、追尾を行うシナリオもあるようだ。これも、近年、北朝鮮が開発を進めている SLBM を搭載した潜水艦を念頭に置いたものとみられており、実際に稼働するレベルに至っているか否かも、不明とはいえ、北朝鮮が行う可能性のある戦術を未然に防ぐ術を見せつける目的に見える。ロスアンゼルス級原潜の49番艦であるアナポリスは、水上排水量6330トン、水中排水量7177トン、全長 109.73 メートル、全幅 10.1 メートルもの大きさを誇り、対地攻撃用のトマホーク巡航ミサイル専用の VLS を、背面に12機も装備している。これだけの巨大な潜水艦を、北朝鮮の潜水艦に見立てるというのは、いささかオーバースペックな感じは拭えないが、これよりも、小型な潜水艦は、アメリカ海軍には存在しないため、仕方なく起用されている状態なのかもしれない。改めて、今回の合同軍事演習の中核的な存在であるロナルド・レーガンを見れば、ミニッツ級原子力航空母艦の9番艦であり、現在は在日アメリカ軍の神奈川県の横須賀基地を母港としていることもあり、日本でも馴染みの深い艦艇だ。ロナルド・レーガンは、満載排水量が10万1429トン、全長が 333.0 メートル、全幅が 76.8 メートルの艦隊に、原子炉2機と蒸気式タービン4機を備え、それらによって、その巨体を最大30ノットもの高速で航行させることが可能である。ニミッツ級航空母艦は、ロナルド・レーガンをはじめ、全艦が最大時には90機もの各種の航空機を搭載するキャパシティを備えているが、戦時でない通常時にはおよそ70機弱まで、その数は削減されていると解釈されている。ロナルド・レーガンが収容しているのは第5空母航空団であり、これは FA-18E を運用する4つの戦闘攻撃飛行隊。同 EA-18 ギガの一つの電子攻撃飛行隊、
同 E2D の一つの艦上空中早期警戒飛行隊等の固定翼機を含む部隊だ。また、回転翼機としても、MH60S を運用する海上戦闘飛行隊と、MH60 ラウンドを運用する海洋打撃飛行隊を各5つずつ収容しており、C2A 輸送機も、第30艦隊兵単支援飛行隊の分遣隊として備えており、他国に比べ、比類のない規模を実現している。いずれは、F/A-18E を運用中の4つの戦闘攻撃飛行隊は、最新鋭機である F-35 ライトニング2C 型を装備する部隊に更新されていくことが想定されるが、対北朝鮮で考えた場合には、ステルス機で無垢とも十分な攻撃力を発揮するだろう。昨今は、ロシア・ウクライナ戦争で、劣勢が指摘されるロシアが、その状況を覆すべく、戦術核兵器を使用する可能性について危惧されているが、通常戦力は、旧式な北朝鮮こそ、質いうものがないという点では、それに訴える危険性は払拭できない。北朝鮮の核兵器開発は、ひとえに、ロシアの助力によるものだと考えられているため、この後ろ盾が揺らいでいる現状は、朝鮮半島のみならず、日本にとっても、核兵器の惨禍という、由々しき事態が突きつけられていると考えるべきだろう。